俺も好きだよ、カナ。ねえ千秋、カナちゃんにお菓子。おっと、これは失敬。お茶菓子置いとくから終わったら食べてね。お姉ちゃん、2階上がっちゃダメよ。まだ続きやれる？うん、大丈夫。ちゃんと否認してる？私の貸したに。母ちゃん！げブロッコリー。だってブロッコリー嫌いだもん。そう、じゃあ教えてあげるね、モカリ。暗闇の中でなんでこんなに動けるの？それはね、家は主婦の戦場。いきなり電話してごめんなさい。謝る必要なんてないよ。じゃあ始めよっか。うん。一度ね、選手権に遅れてきたことがあったんだ。その時はあいつはガンプラが好きじゃないんだから。ところで何見てるのさ、母さん。私のことは気にしないでください。気にだって仕方ないよ。だが心配しないように。じゃあそういうことで。待ちなさい。離せ、戦時間戦時間。おケイマン覚えてるでしょ？あんまり覚えてない。さて、ゲームゲーム。これ待て。ほんまや、ボーン。お帰りなさいませ。リュウジ、あんた、とうとう頭染めよったな。将来ニワトリでもなりたいんかい。どうしよう、やっぱり警察呼んだ方がいいかな。パパのいない家を一人で守ってるんだから。思い知らん。ゲーマー、ゲーマー、しっかりして。どう思うリン、普通かな。マリちゃん。あのね、お母さん、実は冬に旅行に行くことに。誰が書いたの？はあ、印鑑をしたの。待って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 、おい、とりあえず武器は置こう。武器はただい。お父さん。ふぅ、お父さん、お父さん。娘よ、出てきなさい。メンマ、ご飯だって言ってるでしょ。いいからほっとけっつってんだろ。この私に逆らおうなんて100年早いってばね。ご飯食べるわよね。ねえ、はい。ねえお姉さん、どこ行くの？送ってくよ。ねえねえ。おお、ベリープリティ。どこでも好きなとこ行ってくれるの？行く行く、どこでも行くよ。それじゃてめえ一人で地獄へ行きな。なんで公務意味に露出狂。お前邪魔だ。お母さん、お兄ちゃん風邪。なんですって。マー君風邪、死んじゃうの？ねえ、マー君死なないで。死ぬわけないだろ、アイアム健康体。そんなアニメの重要キャラの別れ際みたいな死亡フラグ立てないで。マジちょろすぎだぜ。中身がただの水道水とも知らずにな。これからもたっぷり稼がせてもらうぜ。あいつの心の声を僕がテレパシーでそのまま母さんに送っている。てめえの大事な家族が破滅するまでな。じゃあ私はこれで。待てよこら、破滅させるな。もうあのセールスが来ることはない。はい。あ、小坂さんって、なんか雰囲気変わった。お母様でしたか。すみません。戻るまで私がおもてなしいたします。おもてなし。
いえいえ、そんなもん、お気遣いなく。確かに、不倫になるかもですね。親父、随分楽しそうだな。何かあったのか？別に。夕飯できたよ。夕飯できたよ。そういや、またボルトが厄介事を抱えてるらしいじゃねえか。あ、親父。夕飯できたっつってんだろな。よしこ、何この普通にいい子っぽくて可愛い子は。自分より可愛い子と一緒にいたらハックン取られるわよ。私の方が可愛いよ。あの私アックンさんとはただの友達で。あなたの言葉が本物か証明したいのならパンツを見せなさい。なんですか。女の本性なんてね、下着を見ればわかるのよ。海行こうぜ。いや相棒、姉ちゃんいたんだな。あひゅー、お姉ちゃんと間違えられて嬉しい。あひゅー、くんちゃんに相棒ができるなんて。お、相棒の母ちゃんなんすか。そうです。今日は何の用で。いやそこの道をなんとなく歩いてたら佐伯って出てっから、ここじゃねえかと思ってよ。行くわけないだろ、めんどくさい。せっかく相棒くんがわざわざ来てくれたのよ。行きなさい、クスを。アヒュー。これは妄想。転校生。これも妄想。アコくん遅い。ねえねの時間よ。これも妄想。出会ってほしかった。姉子の？あら、悪を誘惑する泥棒猫の匂いがするわね。へえ、ごまかされるか、メス豚が。貴様は絶対海には行かせない。ちょ、何するんですか。こんな水着では海に行けまい。いい加減にするっすよ、ゆういちくんのジュグジュ好き。違うっす。楽しい旅行をこんなババアに邪魔させないっす。ババアだと。くんぬ、こわっぱだ。あの時の子供ってお前なのか。その説は申し訳ありません。もう一度会いたかった。息子の面倒を見るってのはそういう意味じゃねえよ。私が言いたかったのね。一郎、いいか、私はカナが娘にしたいほど好きなんだ。押し倒せ、事実を作れ。おい母親、息子、チャンス到来。やったね。黙らしたい。だからそんなのはダメだ。風の時はおかゆが一番なんだってばよ。おかゆ熱下がったんだし。いいじゃんかよ。なんでだよ。ハンバーグ。おかゆだって。俺が食べんじゃねえよ。ちょっと、おかゆ、あなたたち騒ぐなら外に出ててちょうだい。寝よ。あれ、ヤスコ。うわぁ、まだ帰ってくる時間じゃないよな。よし、だんだん飲んじゃうぞ。みなのちゃん、ご満足いただけていますか。とても美味しいわ。何かお返しをしたいところなんだけれど。いえ、本当にいいですから。そうですわ、お気になさって。今はたまたま持ってたシローの写真ぐらいしかないわ。この手は何よ。罪な子ね、シロー。